皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ今回は何をご紹介していただけますか？安継ぐ初代です。おお、これは僕も知ってますよ。これまあかじったことある人ならやっぱり通る感じですよね。そうですよね。あの安っていう字がね、家康の安と同じなんですよね。すごいじゃないですか。そうなんですよ。だから大御所になりますね。しかも初代ときたね、どんな感じなんでしょうね。やっぱりその家康が惚れ込んだという作風なんでしょうから、ね、そうですよ ね、 ね、早速こちらの方にご用意してみましょうか。そうですね。はい、せーの、はい、ご用意できました。ね、脇差しなんですね。うん、うん、ね、まあ、長めですよね。そう、ちょっと長めだよね、これね。すんのび脇差しとか、まあ、そういう感じ。多分そうでしょうね。うん、さあ、ちょっと作風見てみましょうね。うん、あ、あの、刃文がすごくわかりやすい。なんか、ザ・刀って感じ。そう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 。よく刀絵に描いてくださいって言ったらみんなこうやって描くような刃文ですよね。そう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 、うん、そういう印象を受けますよね。うん、あとねここにね目があると思うんですけど、うん、ねあの映像でも見えると思うんですけど、今回ねここにね、うん、なんかね彫っておりますね。ハンコじゃないんだけれども、うん、なんかこうあるんですよね。なんだい。さあそのあたりもヘッドマウントカメラ、うん、と、うん、あの写真で詳細の時にちょっと詳しく見てみましょうか。そうですよね。ともう一つね、うん、予備情報なんですが、うん、ここ穴開いてますよね。あ、そうですね。と短いな。でもここがちゃんとカックンって切ってあるから、うん、何の穴なんでしょうこれね。これあれだな、うん、なんかお宝の予感がする。お宝の予感しますか。うん、さあじゃあそのあたりも含めて、本当か？嘘です。嘘でした。うん、はい、そのあたりも含めて、はい、まずは研ぎ師目線のヘッドマウントカメラから行ってみましょう。はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ初めに中子の様子を見せてもらっていいですか？はい。お、材名。しかも上になんか今回は丸いのがありますね。ですね。家紋のようですが、ちょっとズームできます。葵の御紋でございますね。おー。あ、これはなんかちょっと期待できそうですね。じゃあ、ちょっとそのまま葉巻も見てみます？すごいおしゃれだよね、これ。これ、笹の葉なのかな？うん、ですよね。いやー、おしゃれです。ね、桐の花にも見えるけど、形からすると笹の葉っぽいですよね。うん、あ、光っちゃうね。ね、いいですね、おしゃれだね。じゃあ全体の刃文の様子をちょっと見てみましょうか。はい、よいしょ。見づらいかな、光っちょっと光っちゃうけど、ああ、だいぶ大きな波のようです ね、 ね、ゆったりとした感じがする ね、 ね、うん、ではズームで行ってみましょう。はい、じゃあ初めに、うん、そうだな、地肌の方が目立つかな。うん、地肌行ってみます。はい、見えます。ちょっとピント甘い。甘い。じゃあ指ちょっと入れますね。ほい、はい、あと見えるかな。見えますね。なんか白いのいっぱいあるね。あ、カチャカチャしてますね。これで、うん、大肌なんですか。まあ大肌ですよね。細かめだけど、うん、じゃあ、ベースになってる肌って、うん、まあ木目かな。木目でもあのまさっきも強く見えますよね。そうだよね。これだからこの白い点々が本当はあのなんだろう、自分の頭の中でこうトレースしていくとマサになるようなイメージだよね。うんうん、そうですね。あ、うん、やっぱ大肌も混じってるよね。混じってますね。で、あ、この辺なんか木目綺麗だもんね。うん、半々か。半々って感じなんだね。だから、うん、木目主体に正肌とところどころ大肌が混じるって感じなのかな。そうですね。うん、
じゃあ刃文のスタイリング、ここすごい分かりやすいですね。これはもうのたれってやつですよ ね教科書通りののたれ場ですよ ね、じゃあ匂い口見える、これちょっとカメラじゃあれかもしれないですね。あの目視だとどう見えます？目視だともう煮えですよね。煮えてるよねこれ。あの特にこののたれの山谷のあるうちの谷間につきやすいかな、うんうん、どこかね出てきたらまたちょっとお知らせしますね。見えるといいんだけど、これしのぎじもまさ強い？かなり強いですね。強いよね。地煮えも強いですこれ。ああ確かに、うんうん、白いっすよね。白いしのぎじ見ると分かりますよね。すごい白いですよね。これは光の関係とか、うんうん、油が取れてませんっていう白ではなく地煮え。そうです、まあ、光で見えてるって感じかな、うんうん、光の関係っていうよりは光のおかげで、本来こんだけ白いんだよっていうのが分かる感じですよね、うん、そうですね。磨き棒入りづらいんだよね。磨き棒、あ、まあしのぎを磨く時の、工具があって、うんうんうん、それでまあツルツルにして磨いていくんですけど、はいはい、地煮えがすごい飛んでたり、うん、刃文がしのぎにあると、うん、まあ、止まっちゃうんですよキッつって。へえ。やると分かるってやつ、ね、なるほどね、うん、さあじゃあ帽子の様子はどうでしょう。はい、おこれなんかちょっと吐きかけてますよね。うん、でも帰ってはいるんだよね、うん、そうですね。困るですよね。吐きかけ気味で困るなのかな、うん、まあそういう感じですよね。そうですね。じゃあ反対側はどうなってます。あ、こっちは帰ってないようにも見えるね、うん、あ、帰ってるな。帰ってるか、うん、帰ってるけどその U ターンの頂上がスッとこう吐きかけちゃってる感じ、うん、かな。はい、では下行ってみましょうか。まあ、まさめがあって吐きかけてるなんてね、もうね、なんだかね。ね、電報的には何でしょうね。あれですよね。あれですね。さあ、あ、こっちもゆったりとした波が続くようですね。うん、あ、木目綺麗だね。ね、綺麗ですよね。あ、でこの辺になってくるとその正目の片割れみたいのがちょっとこう、うん、見やすくなるというか浮き出てくるような感じでも木目がまだ主体、うん、でこの辺になってちょっと大肌じゃないけどなんかこう痛めみたいのも混じってきてますよね。そうですね。私綺麗なのたれですね。ね、スタイリングが本当に絵に描いたような。そう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 、これ当時受けたでしょうね。受けたでしょうね。うん、こんだけ大きなねゆったりとした波っていうのは時代背景にも合っていたのかもしれないですね。ね、うん。遠くから見ても分かりますもんね。そう。こういう感じだとね。そう。うん、いいですね。ですね。さあ戻ってきたようですよ。反対側の中子の様子は。お、なんかこちらにも書いてありますよ。さあ何でしょう ね、この辺りはね写真で詳細の時に詳しく見てみましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、脇差し名青い門老いて武州江戸越前安次持って南蛮鉄。初代安次は現在の滋賀県である近江の国長浜市下坂に生まれ、慶長年間の初期頃なので、西暦にすると1596年前後ですね、うんうん、の頃に現在の福井県である越前に移り住んだと言われています。この時徳川家康の次男である結城秀康のお抱え家事を務めたと伝わり、秀康の勧めにより、家康とその三男である二代将軍秀忠に召されて江戸で担当を命じられました。うん、まあね、作刀の腕を認められたんですね、それでね。うんうんうん、で、それまでに使用していた肥後大将下坂の銘から、家康の安の一字を賜って安次と改名、
さらに葵の御紋を切ることが許されたと伝わります。以降江戸幕府のお抱え舵として幕末まで安継の名を継承活躍した刀工家系となります。すごいですね。すごいですね。安泰ですね。安泰でございますね。作刀年代は江戸時代前期頃、今からざっと400年前となります。刀剣の時代区分としては神刀、伝法は神刀特伝となります。神刀特伝の要素としては大和伝、総集伝、美濃伝のトリプレットといったところでしょうかね、うんうん、でも古刀の時のそのトリプル入ってる作りとはまた違うんですよね、うんうん、そう綺麗なんですよね。やっぱ新しいトリプレットになってるんだよね。はい、では次に大杯を見てみましょう。はじめにね、反りを見てみましょうね。はい、浅めの反りになってるの分かりますかね、うんうん、続いて身幅にも注目してみましょう。はい、これねちょっとね写真だとね分かりにくいかもしれないんですが、脇差しにしては広いんですよ。広いよね、うん、うん。でね、最後に元身幅と先身幅の比較をしてみますよ。ほらだいたい同じなんですよ。なのでそこまで差がないということが分かります。でこれらをまとめると、反りは浅めで身幅が広く、元身幅と先身幅の差があまりないと言えそうですね、うん、まあ、そうだよ ね、 そうですね。なんかごついっていう感じするもん ね、 うん。でこのような大杯の脇差しや刀っていうのは慶長神刀なんて呼ばれるもので、江戸時代前期にあたる1600年前後頃、元号にすると慶長頃に発生したスタイルとなります。イメージとしては鎌倉時代中期から南北朝時代頃の大立ちを短くしたような大杯になることが多いといったところでしょうかね、うん、そうですね。なんかこうね、あのすり上げしちゃった先が残ったって感じなんですよね、うん、そうですよね、うん、そういうイメージでインプットするといいかもしれないですね、うん、で慶長神刀っていうのはやっぱ数が少ないです、うん、でそのためあの価値も高いということなので、うん、あのぜひねこの機会にね、あこういう大杯なんだとインプットしてもらえると嬉しいです、うんうん、続いて中子の様子を見てみましょう。今回はね情報多いよね。はい、まずね表側から行きましょうね。はい、一番上には葵の御紋があり、その下に老いて武州江戸越前安継と切ってあります。続いて裏側を見てみましょう。はい、持って南蛮鉄と切られているようです。南蛮鉄とは海外産の鋼の総称で、ヨーロッパ産、東南アジア産、中国産など多様であったと考えられています。これあの参考画像を入れようとしたんですが、はい、この後のスライドの都合を入れることできなかったんですね、うん、ですのであのぜひ皆さんね、あの南蛮鉄っていう風にネットで検索してみてください。すごいあの瓢箪型なんですよね。そうですよね。そう、うん、硬いやつね。あ、硬いんだ。硬いですね。だろうね。ね、そういうものがあの当時、貿易で入ってきてたので、それを使いましたということでしょうね。うん、でここで読み方をより分かりやすくね、うん、してみようと思います。はい、はい、あの漢文のね授業で習った1、2点、レ点など置くと読みやすくなるんですね、うん、じゃあ初めに表側の銘に1、2点を置いてみましょう、うん、はい、上が2で下が1ですね、うんうんうん、こうすると読み方は武州江戸において越前安継となりますよね、うん、続いて裏側の銘にレ点を置いてみます、うん、はい、ここですね、うん、こうすると読み方は南蛮鉄を持ってとなりますね、うん、つまりこの銘は武州江戸で越前安継が南蛮鉄を使用して作った脇差しですと示しているんですね、うん、長い銘なんですけれども、読み方を分かりやすくすることで銘の意味していることが分かるようになります、うん、
このような長い銘が出てきた場合には1、2点や0点を置いて解析してみるのも楽しみの一つですので、うん、ぜひチャレンジしてみてくださいね、うんうん、フランス料理のサブタイトルみたいですよねそうだね、南蛮鉄を持って、うん、そうだね、何々を添えてみたいな ね、 う、うん、ね、で特に安継はこの南蛮鉄を持ってっていうのを多用します。あのですね、うん、はい、言っていいですか。どうぞ。大変大変保存しづらいですね。研ぎづらい。はい、南蛮鉄がですね、うん、簡単に言うと錆びやすいんですよ。そして硬いんですね、うん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 、研ぎづらいじゃないですか、硬いから、うんうん、で錆びやすいっていうのはですね、うん、研いでるその場から錆びるんですよ。へえ、分かるんですか。それは分かります。へえ、水で研ぐじゃないですか、水と砥石で、うんうん、水食らってから鉄は錆びますよね、うん、その速度が速いんですね。へえ、面白いね。簡単に取れますよ、そりゃ。その場で錆びるやつなんで。だけど取ったら次が錆びてるんでしょ。そうそうそうどうも、あれですよ、安継とかを研ぐときは、うん、ね、気をつけろってもう口酸っぱく言われました。へえ、保存も気をつけろ、台風の日とかも保存気をつけろって。あ、湿気。はい、1日で錆びたことありました。研ぎ終わって置いといて油薄く引いといたんですよ、うん、したら、まあ、こしらえに入れてたんですよね。それこしらえだったからもともとが、うん、そうしたら台風あった次の日にですね、うん、全部錆びてました、刀身。え、油引いてても錆びんの？錆びました。ただ薄かったんですよ、その時は。とりあえず、でも薄くてもさ、うん、とりあえず引いてあれば油膜になってるから、うん、防護できると思うんだけど、その薄さが、その多分君の考えてる薄さじゃなかったのかもしれない。そうですね、そう、だいぶ薄かったのかな。そのだから台風がなかったら大丈夫な薄さだったんです。ああ、いや、まさかあんなことになるとは思わなかったですよ、私。ビビった。ビビった。えってなるよね。だからあれですよ、研ぎ直しですよ。そうだよ。ゼロから。いや、ゼロからではなくて途中から。そのサビが簡単に取れるサビなんで、うん、1日だけなんで。あ、そっかそっか。それはまた助かりましたけど、あれはいい勉強になりましたね。なるほど。では皆さんね、南蛮鉄を持ってというふうに、ん、銘があった場合には、うん、あ、サビやすいから管理大変だな、うん、だなと見てあげてもらいたいですね。皆さん、南蛮鉄を持っての刀をもし所持していらしたら、うん、マジで気をつけてくださいということでした、はいはい、では次に目くぎ穴の数に注目してみましょうね。はい、今回2つなんですが、丸2の穴、まあ、下の穴ですよね、は控え目くぎ穴と言います、うん、なのでこれはまあ後から開けた穴なんだけれども、ね、中ごじりがしっかりこう三角形に切ってあるので、うん、これ実は産毛なんですね、うん、なので作った時の長さそのものなんですよ、うん、で控えめくぎ穴っていうの今回初めてだと思うんですが、試し切りをする際などの補強を目的として、中ごじり付近に開けられためくぎ穴のことをこう呼ぶんですね、うんうん、とかよ、我々結構あれだよね、予備穴だなんていう風な ね、 ね、現代語で言っちゃうんですけれども、うん、要は一つの目くぎでは目くぎが折れて危ないっていうような場合にこういうのをやったりするんですけど、脇差しで予備穴あんのあんまないです。あんまないかな。長いのやっぱありますよね。あるあるある、長いのありますけど、これなかなか珍しいです、ね、珍しい。で、本当に大立ちの中になってくると、うん、3箇所開けてるのとかもあります。ありますあります。なので複数開いてるからすり上げなんだっていうふうに見るんじゃなくて、うん、もしかしたらこれは控えめくぎ穴なのかな、うん、なんていうふうに見るのもね、面白いと思うんですね。こんなに目あるのにそんな下にね、ボツンってあるのはおかしいですよね。そうそうそう、おかしいからね、うん、そう、結局目のところがこの刀身になっちゃうから、うん、おやおやっていう風に見るっていう見方も面白いと思います、うん、健全に目は残ってますからね。そういうことです、うん、でね、本作の場合は祭壇銘は入っていないようなので、うん、どうやら試し切りはされなかったのかね。明け損じゃ、明け損ですよね。そうです、そうです。そういうこと。明けねえでくれよ、ほんと、ほんと、ほんと。まあ、やったかもしれないですよ。ただ、掘ってないだけで、ね。かもしれない、うん。ね、そこはね、ちょっとね、この、
刀身からは証明できないんですけれども、そういう役割の目くぎ穴っていうのは今回初めてだったので、うん、あの紹介してみました、ね、すごいですね。一枚絵の中がもうぎっちりですね。情報量がすごいですね。そうなんですね、うん、では次に刀身の様子を見ていきましょう。はい、初めにね刃文見てみますよ。もう分かっちゃうけどね、うん、はい、大きなゆったりとした波になるのたれになっていますね、うん、ですのでここではのたれとしましょう。続いて匂い口を見てみましょう。はい、ブツブツとした黒い粒である煮えがたくさん見えますよね、うん、ですのでここでは煮えできとしましょう。続いて地肌を見てみましょう。綺麗ですね、うん、はい、いきますね、うん、はい、木目肌を主体として、うん、正目肌が混じっていますね、うんうん、また一方で様々な肌が混じり合った大肌もあるようです、うん、さらに全体には地に絵もついています、うん、ですのでここでは木目肌に正目肌大肌混じり地に絵つくと呼ぶことにしましょう、うん、こうでいいかな。いいです、いいです、すごくいいですね。ね、あのなんで大肌っていう風に今回したかっていうと、あの痛め肌も混じってるんだけど、うん、痛め肌混じりっていうと要所要所にあるっていう感覚になってしまうので、あの今回は痛めっていうものは抜きました、うん、で大肌だよっていう、こうざっくりとしたね言い方、難しいですよね。難しいです、あの感覚的なところがあるから、うん、そうですね、あの痛め入ってんじゃんっていう人はここに、木目肌に正目肌痛め肌わずかに混じりという風にしてもいいと思います。なんかあの京都の住所みたいです、ね、あ、そう六角東いるとかね、そうですね、うん、なのであの自分なりにね、あの地肌の名前つけてみるのもいいと思います、うん、はい、では帽子の様子いってみましょうね。はい、いきますよ、はい、スーッと登っていくと思いきや、うん、ほうきで吐いたようになった、ね、吐きかけ気味になって、うん、頂点は U ターンします、うん、ですのでここでは吐きかけ気味の困ると呼ぶことにしましょうかね、うんうん、であのちょっと古刀風な帽子っぽくない、これ ね、 あのね、崩れ方というか、どうなんでしょう、狙ったのかそれとも慶長のあたりだからまだ残ってるのか、そう江戸前期の作刀って感じがするんですよ、うん、古刀っぽいっすね、本当に。でしょ、うん、で、マサが強くって、うん、吐きかけ気味になるっていうのをヘッドマウントカメラの時にも言ってたと思うんですが、うんうん、ヤマト伝、総集伝、美濃伝で言うと、どの伝法に当たりますか、ヤマト。ですね、うん。そう。実はヤマト伝ですねっていうのが、ヘッドマウントカメラを撮影している時に、あの、示唆していたことなんですね、うん、これあれですよね、神道特伝でも、まあ、大和本位で作ってるのかなっていう感じなんですね。そう、この時はそう。でも、うん、肌の様子、地に絵の出方なんていうのはやっぱり新しいよね、うん、神道になってきてるよね。古刀ではないですじゃないんだよね、やっぱり、うんうん、やっぱり古刀ではないですね。そうそう、そういう見方ができる一振りですので、うんうん、ぜひね振り返っていろんなところの特徴を捉えてみてください、うん、では本日のまとめいきますよ。はい、大杯は反りが浅めで身幅が広く、元身幅と先身幅の差があまりない慶長神道である。目くぎ穴が複数あったが、一つは控え目くぎ穴だったので産中子である。控え目くぎ穴とは、試し切りをする際などの補強を目的として中子尻付近に開けられた目くぎ穴である。刃文はのたれ、匂い口は煮えでき、地肌は木目肌に正目肌、大肌混じり地煮えつく、帽子は吐きかけ気味の困る。以上が本日のまとめになります。いかがでしたか、安次初代の魅力捉えることできましたかね。いや、綺麗ですね。綺麗です。単純に綺麗、そしてかっこいい。やっぱりなんかすごいな、うん、やっぱり江戸っていう時代区分、まあ後の人間がね、あの作った時代区分ではあるんですが、慶長神道なんて呼ばれる、
カテゴリーに入ってくるとやっぱ刀自体のスタイリングなんていうのも変わってくるし、南蛮鉄を使うなんていうねちょっと特殊な、うんうん、これまでにはなかった作りになっているなんていうのがあったからかっこよく見えるのかな、うん、かもしれないですね、うん、もう一度ご覧になってみます。はい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 、いいもんね、うん、あこの今撮影している照明でも陣営がはっきりわかります。すごいねこれ陣営だよねこの白く見えるのね陣営で、うん、やっぱり、うん、しのぎじのマサが強く出てるのもよくわかりますね、うん、案外でこの刀表側は、はい、案外あの焼きが飛んでんだな本当、うん、ここら辺とかちょっちょっちょっちょ、はいはい、まあこっちも焼き飛んだりしてるあこれあ本当だでしょ本当だ、はい、お新しい発見がありましたちょっとねあのここだけで発見しちゃったんで申し訳ないんですけれども、ね、あのヘッドマウントカメラでもしかしたら答え合わせしてみてください映ってるかもしれないので、はい、飛び焼きこれかななんていう発見もしてみてください、うんはい、やっぱり上手ですね上手ねスタイリングがね超都会派だしそうなんです かっこいいしそうだからここから、うんね、その神道っていうカテゴリーされたところの時代が始まるって感じしますよね始まりでこれやられたら、うん、後の人はなかなかねこれが大変ですね、そうだよねそうそうそうやっぱ前に習うっていうようなところでね、うん、あの作る方の方が多いかもしれないので、うん、でもそれでもどんどんね新しくなっていくっていうのがまた一つの楽しみですよねいやなんか刀鍛冶の方ってすげえんだなってなんでここからさらにブラッシュアップできるのそうそうだから、はあ、と今で言うスマートフォンってどんどん新しくなるじゃないですか、うん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 、それと一緒であの刀もどん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 新しくなっていく、うん、特にその急速に発展していくのが江戸時代なんですよね、うんうん、すごいね面白い、うん、とても面白いと思いますねすごいなので僕結構神道好きなんですよそうですね難しいですけどねそうあの鑑定には難しいんですけど見る分にはもう最高に楽しいそうですよね、うんうん、大好きですね、あの他に安次ってありますたくさんありますね幕末まで続いた名家、うん、ということですので大違いでたくさんある特に2代がそうなんですよ2代目が僕大好きです2代目マジでやばいですやばいですなのでね、機会があったらまた2代目の紹介もしていきたいと思います。動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方は、チャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け、刀の思い。バイバイ。